はい、皆さんこんにちは。今日は2022年9月23日です。西九州新幹線が開業したこの9月23日なんですが、実は新幹線の開業とともに約10年ぶりに復活したとある乗り換え、ピンときますでしょうか？はい、それは対面乗り換えです。実は西九州新幹線は長崎と武雄温泉間を開業しまして、今左手側高架が見えていますように、武雄温泉から新鳥栖の区間は開業しておりません。そのため新幹線は長崎県と佐賀県にまたがった、いわば日本一短い新幹線となったわけなんですが、それにより新幹線と在来線乗り換えが必要となりました。なんですが、東京駅とか新大阪駅で思い出していただきたいんですが、新幹線と在来線の乗り換えといえば下側から乗り換えをしたりということで時間がかかる、それが辛いということになっています。なんですが、西九州新幹線ではそういった新幹線との乗り換えの不便さを極力排除しようということで、実は2011年まで九州新幹線では鹿児島中央新八代間が開業していた際、対面乗り換えというものが使われておりました。それによりすぐ乗り換えができるよといったかなり利便性の高いものになっていたわけなんですが、そんな乗り換え方法がここ西九州新幹線との乗り換え駅である武雄温泉に復活しました。今回この動画では約10年ぶりに復活しました対面乗り換えの実際と、対面乗り換えが実際どのように行われているのかっていうものを皆さんにご紹介していきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、ということで早速全面展望からお届けをさせていただいておりますが、武雄温泉駅は2面3線になっています。右手側1、2番線はこれまで通り使われていました佐世保線のホームになっていて、左手側の元3番線ホームが10番線に変わり、その左手側で見えているかと思いますが、新幹線11、12番線に乗り換えるという、この左手側のホームというものが対面乗り換えで使われるホームになっています。で、リレーカオメという名前がついた新幹線と接続の良い列車については左側のホームに入っていくんですが、今乗っていますように新幹線との特に接続が考慮されていない列車というのは、今後も2番線を使って、まあ、ホームに入ってきて新幹線とは違うホームでというものになっています。今日の感じで左手側、今列車が有田の方から入ってきまして、武雄温泉始発のリレーカオメもあるんですが、一部の列車は緑かつリレーカオメということで、佐世保方面から左手側の10番線に入ってくるというものもあります。では早速武雄温泉駅もう変わりまして、新幹線開業の準備が全て整っていますので、そちら側ご紹介をしていきます。まずはこれまで通りの在来線のホームですが、1、2、3番線は全く変わらずそのままになっています。ただこの右側の3番線、これまでは1、2番線側からも3番線列車乗車することはできましたが、これはもう変わらずということで柵ができまして右側に入っていくことはできません。まあ、というか前回ご紹介した際も柵が用意されていたわけなんですが、その柵っていうのは結果的になくならなかったということになっております。なので本当に在来線と新幹線側でもう分断されたっていうのがこういう部分でもよくわかるのではないでしょうか。この奥側博多方面なんですが、確かこの辺に列車に乗車ができるためのあれがあったはずなんですよね、ステッカーが。なんですがステッカーがないなということで、やっぱり消えちゃったっぽいですね。というわけなんで、どうやらステッカーは消しまして、まあ、勘違いしないでねってことで右手側には一切入れないよっていう流れにどうやらなっているみたいです。まずはもう博多方面に来てしまいましたので、まあ、在来線のホームは本当に変わりませんから軽くご紹介よっていう感じにはなるんですけれども、今後は必ずしも全ての列車がリレーカオメになるわけではありませんので、一部のリレーカオメにはならない緑号は多分2番線を使うかと思うんですが、武雄温泉、まあ、つまりは新幹線に関連したリレーカオメと緑といった編成っていうのは多分和歌山側の3番線に入ってきますので、改札口がバラバラになるっていうのが一つ大きなポイントかもしれません。なので武雄温泉から新幹線に関係なく博多方面にリレーカオメ乗りたいと思った場合、間違えて在来線のホームに入ってきてしまうと新幹線からの乗り換えを指を加えて見ていることしかできなくなってしまいますので、ぜひ列車何に乗るのか、特にリレーカオメに関係している列車なのかどうかっていうのを乗る前に必ず確認しておいてください。でないとリレーカオメはすぐに出発してしまいますので、乗り遅れなんていうことも頻発しそうです。
そしてこちら側にやってきますと、ちょうど今左手側にいる787系は8両編成、一番長い編成ということで、ホームを目いっぱい使っているのがよくわかるかと思うんですが、まあ、左側に一応車掌さん用のカメラというものもしっかりと作られていて、後ろの方もちゃんと確認できると。さらに左側を見ていきますと、先ほど到着をしました西九州新幹線かもめ6両編成が止まっているよってことになっているわけなんですが、ちょうど何でしょうか、博多方面で一応頭が揃えられているっていうのがこちらになっているみたいです。まあ、要は新幹線が到着をして、その後こんな感じで特急列車が出発していくと。そしてそんなリレー特急に使われるのは、今目の前にいる787系と白いカオメの885系、ハイパーサドルの783系になっていて、この787系はカオメ自体は6両ないし7両での運転となっていたんですが、こんな感じでリレーカオメに変わって以来、新幹線との、まあ、定員数を比較的近くするために8両編成に蘇生し直されて、なんとめちゃめちゃ長い列車8両での運転と変わっております。でこのように3番線2番線という風に信号がついていて、ホームとしては乗り換えのホームは10番線なんですが、信号としては3番線扱いになっているっていうのがちょっと不思議かもしれません。また武雄温泉を出てからすぐに単線になってしまうので、ここの増発は少ししにくいかもしれません。今在来線側から見ますと、このように左手側はやはり10番線という名前に変わっています。信号上は3という文字がそのまま残っているわけではあるんですが、在来線は10で新幹線は11、12という風になっていますので、まあそれはそれと言ったらいいのでしょうか。ちょっと日本語がすごく難しいんですが、要は在来線と新幹線もこの10番線だけは切り離しているというものになっています。でこの足元の方を見ていただきたいんですが、このように783、787、885ということで3つの特急列車というものの表記が残っているというものになっています。まあ、新幹線側のホームについては、まあ、後ほどご紹介はしたいと思いますので、今は在来線側から見えることって話なんですけれども、新幹線が止まっていて、新幹線はしっかりと表記も出ていまして、全席指定というふうに書かれていて6両とで、停車駅は諫早みたいなものがしっかりとついております。もちろんここについては最初の予定通りで、柵っていうのは一切、改札口っていうのは一切ついていませんから、新幹線から降りたらすぐに右側の特急列車に乗車をできるという流れになっています。駅の LED 表記なんですが、このようにかもめ19、23といった具合に列車名、時刻、行き先、自由席号車編成と書かれています。今回は試乗会の日の撮影でしたので全席指定扱いにはなっていますが、原則新幹線かもめ号は1から3が指定、自由席で、指定席で4から6っていうのが自由席というものになっています。まあ、停車駅なんですが、これは諫早というふうに書かれているわけなんですけれども、基本的にはほとんどの列車が全て各駅に停車をするというものになっています。じゃあ次にこの10番線に列車が来るよなんていう話もしていきたいわけなんですけれども、一応佐世保線新幹線開業で、まあ、今回は対面乗り換えが復活というテーマでやらせていただいているんですが、途中の江北からいきなり伏線になるわけではなく、大町と高橋という区間だけが伏線になっています。まあこれまでは途中駅で行き違いという風になっていて、まあ、新幹線ができるんで江北から武雄温泉まで全部伏線化しちゃえばっていう風に思ったんですが、まあそこはコスト的な問題もあるんでしょう。途中の大町と高橋のみで伏線化になっていて、まあ、この区間だけで多分行き違いができるというものに変わっているかと思います。さっきお話をしましたように、787系だけでなく783系というハイパーサルーンもリレー特急に使われていまして、緑ハウステンボス系の列車リレーカオメという副愛称がついている列車がこれに該当するんじゃないかなと思われます。まあ緑の編成ですと一部4両編成で来ちゃう可能性がありまして、そうなると新幹線6両に対して4両なので相当混雑するかなというふうに思われますが、まあ、基本的には8両でハウステンボスもつけてくるんじゃないかなと思います。ですので1番6両編成の885系白いカオメが来た場合が、新幹線との定員差が80名ぐらいになってしまいますので、これはかなりきついんじゃないかなと思います。まあ後ほど対面乗り換えの様子については新幹線の方もご紹介する際にご紹介したいと思うんですけれども、列車が到着をしてその後3分で新幹線が出発、もしくは新幹線が到着をして3分でリレー特急が出発をするという原則3分ルールという乗り換えというものを使って博多まで急いで行こうねっていうものに変わっているようです。
こんな感じでちょうど一番左手側12番線にも N700S が入ってきましたので、特急1つ新幹線2つが並んでおります。まあ、ただこの武雄温泉でやっぱり気になるのは、11番線と10番線は乗り換えのホームになっていますが、12番線は乗り換えとは関係ないホームになっているので、この12番線つまりは対面乗り換えを使わないホームっていうのがどれぐらい今後使われていくのかっていうのはちょっと気になります。まあ完全に12番線は正直言って博多方面が開業した後にヘビーで使われるホームなのかなっていうのが一番の回答かなっていう気もしますが、まあということで様々お話をさせていただいているわけなんですけれども、まあ、新幹線の対面乗り換えというのはこのように行われていくよってことで、列車が止まって、まあでも本当に列車によってこう降りる場所っていうのが全然違いますので、まあ、そういうことを考えるとなかなかに乗り換えが大変かなっていうふうに思わざるを得ない部分もあるような気がします。まあ、こんな感じで到着した列車は武雄温泉というふうにしっかりと書かれておりました。団体だったんですが今は回送に変わっております。でこっちの方もまたちょっと一つ面白かったというかご紹介しておきたいものがあったんですけれども、一応今度白い緑というのが登場します。で白い緑号っていうのが登場しまして、それが885系、まあ、要は速い列車を今度入れましょうって話になったんですけれども、これですね、ホーム上要は2番線と1番線といったように普通であれば、まあ、今後関係ないと言いますか、新幹線とは関係ないホームなんですけれども、ちゃんとホームに783、787と885、これは多分新しいステッカーで、緑は20年ぶりに885系が走るということになっていますから、多分新しく増設をしたステッカーが付けられていて、2番線、1番線にも同じようなステッカーがありましたので、1番線からも緑号、白い緑、まあ、要は885系が来るっていうのが分かるのではないでしょうか。そしてリレー特急は基本的に緑の特急以外はこの武雄温泉で折り返して博多方面に走っていきますので、こんな感じでリレー特急が止まっている横を新幹線が長崎方面に向けて出発をしていくという、これが基本的な武雄温泉駅からの新幹線方面への車窓という感じになっているかと思います。佐世保側のホームですけれども、佐世保側のホームは在来線の方がやや短くなっています。もちろん短いからといって1、2番線8両編成入ってこれないというわけではないんですが、新幹線がやや長崎寄りに長くなっているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。で、まあ、この左側を見ると8両というようなものがついていますので、まあ、多分13両とかっていうことは考えられておらず、8両のみがここに入ってくるっていうのがよく分かるのではないでしょうか。しっかりと手前側では783系用の停止位置の目標というものも用意されています。なのでさっきの左側は特急列車とカモメ号のお顔が揃うなんていうものを見られましたが、こちら側の右側の、要は佐世保寄りかつ長崎寄りっていうものにつきましては、新幹線と特急列車が揃うのはちょっと見られなさそうですね。まあ、こちら側も先ほどお話をしましたように信号機っていうのはしっかりとついていまして、今はもうすべて稼働中です。10番線なんですけれども3番線扱いっていうなんか不思議な感じがするような気がします。線路ももちろん、ね、武雄温泉で泊まりではなく佐世保方面に抜けられるようになっていますので、リレーカモメだけでなくリレーみどりくんも OK という感じになっています。で先ほど新幹線が出発をしていきましたが、その後また新幹線が入ってきて博多方面に折り返すよという流れになりますので、武雄温泉折り返しの列車につきましてはこの新幹線が出て行ってもう一回入ってくるの間に清掃を行っておくという、そういったサイクルが武雄温泉で見られるように思います。前は本当に新幹線がバーッと入ってきてということで、まあ、一つのサイクルですね。まあ、でこの列車は止まっているので、この間に博多駅から列車の供給はありませんので、逆にこの列車が出発して次のリレー特急が入ってくるまでの間に新幹線側の清掃を行っていくという、これが武雄温泉の一つのサイクルになっております。ではまあこんな感じで在来線のホームから少し対面乗り換えも含めてご紹介をしましたけれども、在来線のホーム特に変わった部分というのはここら辺になってきますので、では新幹線の方に移動をしてみましょう。特に在来線側の階段を降りてきますと様々すごいですね。チェンジだけを生活が変わる、街が変わるということで、街ごと変わるぞということで新幹線のアナウンスがたくさん出ています。あ、これは長崎でも見ましたが、武雄温泉にも弱虫ティバルというやつの広告が入っているみたいですね。いやすごいすごいすごい。で、まあ、3600円からっていう風に書いてあって最速1時間20分と、まあ、いう話なんですが、平均的には1時間半ぐらいになるので、あまり、まあ、めちゃくちゃ早い、まあ20分ぐらいかっていう感じのイメージの方が正しいかと思います。ということで下側に降りていきまして、これが1番2番なんですけれども、
あのなんかちょっと変わってますね。あの案内が以前とは違って、佐世保線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 か全部佐世保線なんですけれど、ちょっと変わったような感じがします。で降りてきまして、この右側が新幹線になっているわけなんですが、これはもう昔と同じくで、ここからこの奥側に新幹線に直接行けるような場所っていうのは用意されておりません。なので、まあ、そのままですね、一旦その改札口出て新幹線側に行かなければいけないよっていう風に一つ注意が必要となっております。で相変わらずではないんですけれども、武雄温泉の在来線側っていうのはあれですね、自動改札は入っていませんので、そのまま友人改札を使って改札口を出ていくという流れになっています。ということで、武雄温泉の改札口の外に出てきたわけなんですが、まあ、在来線側っていうのが自動改札がないっていうのは先ほどお話しした通りで、右側なんですが、こちらも顔目についていろいろ書いてはあるんですけれども、在来線側っていうのは緑の窓口は1個だけ、さらに右側新しく指定席券売機が入るかと思ったんですが、それは入っていません。近距離切符のみになっていますので、この在来線側で新幹線のものを用意するっていうのはあまり考えてられていないのがわかるかと思います。まあやっぱり乗り換え駅っていう感じなんですかね。上側を見ると新幹線って書いてありますが、ここは百景なんで昔ながらの山陽新幹線だよっていうのがよくわかるような気がします。左側を見るとキオスクが用意されていますので、まあ、在来線側で買い物するっていうのも全然不可能ではないのでしょうか。左側の後ろ側を見てみますと、さまざまなお土産屋さんっていうのが、まあ、今後オープンするような感じで今営業をされようとしています。ここを見ると、佐賀武雄というふうに書かれていますように、まあ、新しい案内課っていうんで結構すごいですよね。以前来た時とはなんか雰囲気が全然違っていて、コンセントなんていうのを用意されております。在来線側の出口も外に出てきていましたが、まあ、大きく変わったっていうわけではなさそうですね。まあ、こちらはもともと在来線側で大きな工事が行われているっていうわけではありませんでしたので、まあ、豊連があるなっていうぐらいで、特にこれといって大きな変化はないっていうのが、まあ、結局開業してもあまり変わんなかったぞっていう結論になるかと思います。ただ大きな上りがあそこについているので、それはそれでいいかもしれません。じゃあ新幹線側行ってみましょう。ということで、結局ここから出ていきまして、奥ですね、西九州新幹線家特急乗り場、まあ、ここ全然変わっておらず、まあ、シャッターがいずれ開きますので、まあ、今日はまだ開業してない日ですから、これについてはまだ紹介はできないんですけれども、ここから左側の方に入っていくといよいよ新幹線側ということになります。いやしかしここも変わりましたね。いやなんかこんなに綺麗になってるとは思わなかったんで、すごい、なんだこれは、武雄旅書店なんていうものがデビューをしています。さっきの在来線側は新しい観光案内所だったんですが、こっちは旅書店というものがあって、なんか勉強会みたいなものもやっています。ちょっと伝える店とはまた違うみたいですね。でここから左側に入ってくると、まあ、以前皆さんにご紹介をしました西九州新幹線の入り口という流れになっています。まあ、ここもね、以前のご紹介した部分とあまり結構被ってる部分があるかもしれないので、まあ、そこは抜粋しつつのご紹介とさせてください。でこれが新幹線側の外なんですが、これは大きく変わりました。はい、ということで、前は上側は綺麗に完成していて、ここに車が入ってくるよっていう話になっていたんですが、駅前は完全に広場に変わりまして、車は入ってくることはできなくなっております。まあ、この左側に警察署っていうか交番が用意されているんで、交番に入れるだけの車っていうのは用意されていますけれども、それ以外の分っていうのはもう完全に広場になっていますので、車はどうやら奥側のようです。ということで少し動線が変わっています。まあ、これが完成形ということになっているわけなんですが、じゃちょっと車側も少し見てみましょう。で奥の方にやってまいりました。いや本当芝生がいいですね。めちゃめちゃ気持ちよさそうではあるんですが、まあ、こちら側が一つ用意されていまして、その右側っていう部分に新しい駐車場ができました。あ、どうやらこれ有料で行くみたいですね。無料ではなくて有料の駐車場が用意してあって、この右側の部分にバス停ということになるみたいです。ですからあちら側からバスに乗っていくという流れになりそうです。一応こっちが新幹線側になっていて、まあ、新しい街になっているわけなんですが、ちょっと見渡す限りですぐあここ行こうっていうのお店はちょっと見当たらないですね。ここはもう地図を使って探していくしかなさそうなんですが、まあ、少なくともちょっと分かれているというのが分かるかと思います。ただこれ駅から1分なんとアパートができています。これアパートこっちが南向きなんですかね。新幹線側にした方がなんかドレインビューで良かったんじゃないかなって気がするんですが、アパートが新しくできています。
あとは滝温泉奥側にセントラルホテルっていうホテルと、手前にもう一個なんかホテルすごいですね、なんか道民院のお宿ののみたいな感じのホテルが一個付けられているって感じなんで、まあ、乗り換え駅だけではなくってこのようにしっかりと滝温泉に滞在っていうのも考えられるなっていう雰囲気になっています。で改めましてこの滝温泉の中に入ってきましたが、まずこの手前側、新幹線から在来線側を経由したとしてもエスカレーターが用意されています。さっきの、まあ、要はシャッターの内側の正体なんですが、エスカレーターとエレベーターになっていて、先ほどの出口はローモン口というんですが、そちら側に出ていくことができるようになっております。でそこからの、入り口なんですけれども、まあ、これは試乗会の受付になっているので別なんですが、で試乗会の、まあ、内側の部分ですねに、自由席券売機と指定席券売機というものが1台ずつ用意されております。まあ、やっぱり短い距離の列車になっていますので、まあ、自由席のものでも OK ということで、2つの券売機がどうやら入ったようです。上側を見ていただきますと、もう完成状態ですから、ここから先の特急も含めてですね、新大阪まで入ってますね。新大阪、ハウステンボス、佐世保、並びに長崎、あ、おまけにもう肥前山口ではなく、港北ですけれども、になっているよという感じになってます。西九州新幹線、リレー特急、山陽新幹線、佐世保線、大村線というふうに書かれております。でここから左側の方を見ていきますと、7時半から19時まで、さっきは1つという話をしたんですが、やっぱり1つですね、1つだけ窓口が用意されているよという感じになっています。あ、一応車椅子の方向けもありそうなので2つの窓口というのが正解っぽいですね。でそこから奥側に入ってきますと、このように自動改札機が3機用意されています。この自動改札機につきましては、東海道新幹線と同じタイプ、青いタイプのものが入っております。ただしこのように IC カードはご利用いただけませんになっていますので、残念ながら EXIC 等々で西九州新幹線を利用することはできないというものになっています。でこの上側を見ていただきますと、西九州新幹線ということでこんな感じ、全車指定席ですね、かもめ23、25というふうに書かれているわけなんですけれども、いやなかなか面白いですよね。次の停車駅は諫早とどうやら書かれております。でそこから左側の方を見ていきますと、これはデモンストレーションかもしれませんが、特急の表記っていうのも出ています。佐世保線、佐賀、鳥栖、博多方面で特急、まあ、名前はついていませんが博多、港北、港北というふうに書かれております。でこれ10番線と書かれています。あ、これはさっきご紹介した通りとなっているわけなんですが、10番線で行き先も港北なんですよね。もう肥前山口ではなく港北に変わったということで、港北行き、まあ、実際は港北肥前山口行きの特急っていうのは運転されませんので、これはこれとしてかなり珍しい表記っていうのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、というわけで、まあ、これが改札口になっていまして、あ、もうでも電話も全部用意されているのですぐ動きそうって感じになります。一応その右側には受付じゃなくて待合室が用意されていまして、空調完備です。で椅子が用意されているのでそこに座ってねっていう感じになっています。でただこれ一番問題なんですけれども、左側の方、ここに入ってきてしまうとコンビニ等々はありませんので、コンビニ等々を使いたいなって方いらっしゃいましたら、この新幹線側ではなく在来線側に行くことを強くお勧めしたいと思います。コンビニは用意されてはいませんが、中では待合室はありますので、新幹線を、まあ、単体として、もしくはリレーカオメを単体として乗りたいという方は、ここは空調冷暖房完備の待合室になっていますので、ここで座ってますのをお勧めしたいと思います。ただこの待合室の中には冷蔵庫じゃなくて自動販売機はありませんので、特に買い物はできないよっていう点にはやはり注意が必要かなと思います。はい、ではここから先ホームの中に入っていきたいと思いますが、これご覧ください。やはり西九州新幹線だけでなくリレー特急乗り場にもなっていますので、これから本当に武雄温泉から先この列車がどこから出るについては十分に気をつけていただかないと大変なことになっちゃうかなと思います。自動改札の数は合計3つになっています。まあこの数とかっていうのも正直言って武雄温泉が乗り換え駅というものの象徴かもしれません。 IC カードは使えません。まあくまで自動改札機の雰囲気的には IC カードいけそうですし、九州新幹線も EXIC を導入したんでこの新幹線も行けるかなと思うんですけれども、残念ながら西九州新幹線は EXIC 使えない点にご注意ください。まあ中に入ってくると大村ということで、まあこれまででは新幹線では見ることが考えられなかったような広告というのもしっかりと入っています。まあなんか本当に乗り換えといったそういう風な広告っていうのはあまりついていないので、なんかあくまで新幹線だよっていうことで乗り換えの要素は極力静かめと言いますか、アピールしないっていうのがこう一体化すると言いますでしょうかっていうのが、まあ一つのミッションになっているかなっていうように感じます。
まあ、中では展示がこれは運転する前にはついていまして、今回上野温泉駅と新大村っていうのは新しく開業したよっていうものになっています。西九州新幹線はご紹介の通りで1から3が指定席、4から6は自由席になっていて、これは東海道新幹線とは逆になっていて、これなぜかと言いますと、九州の指定席事情というのが数が若い方が指定席になっているので、今しばらくこれに合わせようという方で、またこれも本当に対面乗り換えを便利にするための工夫なんじゃないかなというふうに思います。で、あとはこんな感じでこう中に入ってきますと、一応トイレも用意されています。コンビニや自動販売機は数が少ないわけなんですけれども、トイレはしっかりありますので、トイレについてもご紹介をしていきましょう。ここに佐世保線っていうのが表記ついていますが、これはあくまでリレー特急用の表記になっていますから、他の列車はここには表示はされません。新幹線もこのようにしっかりと登場するという感じになっています。なんかこう大きな絵がついているのがちょっとかっこいい感じがしますね。で、トイレについてなんですけれども、もちろん中をご紹介するわけにはいきませんので、掲示板でいくつあるかっていうのをご紹介していきたいと思います。この12番線のホームにつきましては、乗り換えは対面乗り換えはできないホームになっていますので、ちょっとあまり利用頻度は少ないんじゃないかなっていう気もします。こんな感じで、まあ、今新しい新幹線ですので、鉄道運輸機構というものが作ったよということでしっかりと書かれているという感じですかね。で、トイレは一番奥側に用意されていて、女性用のトイレと車椅子用のトイレと男性用のトイレという3つのトイレが用意されております。ただやっぱり新幹線の駅というのが規模感が小さいですので、このように男性の個室は、1、2個かわずか2つで、小便器も3つだけ、女性も個室が4つだけということで、本当に小さめのトイレになってしまっております。まあ実際どうでしょうか、武雄温泉でどれぐらいの方が降りていただけるか、まあ武雄温泉も結構魅力的な場所なので、ぜひ降りていただきたいところではあるんですけれども、っていうのが今後の武雄温泉の課題になるのかなっていうのが実際に行ってみた感想となっています。で、こんな感じで10乗り場、11乗り場というふうに書かれていて、3番乗り場ではあるんですけれども、10乗り場に変わっているっていうのが在来線側の乗り場になっております。もちろんエレベーターも用意されています。ただこれはまあ本当に注意事項ではあるんですけれども、エスカレーターを上がると自由席側に行ってしまいます。階段を上がると指定席側に行きますよということで、なんかエスカレーターと階段の位置を逆にした方が良かったんじゃないかなっていう気がするんですが、まあそれについてはちょっともうどうしようもないことかなっていう感じでございます。こんな感じ、西九州新幹線、佐世保線、佐世保線ということで、西九州新幹線は長崎本線の代替路線という扱いになってはいるんですけれども、まあ、表記上はなんか佐世保線になっているので、そこはすごく不思議に感じます。また西九州新幹線は N700S という新幹線が使われますが、列車内喫煙できる場所はありません、まあ、つまり喫煙ルームはついていませんので、必ず新幹線に乗る前にタバコは吸っておいてください。ただこの武雄温泉駅の改札内に喫煙ルームはなかったので、外で吸っておいてねっていう感じになります。ですから、まあ、新幹線乗り換えという形になるわけなんですけれども、在来線含めて博多でタバコを吸っておく、もしくは長崎でタバコを吸っておかないとちょっと厳しいかもしれません。では早速対面乗り換えが行われるホームの上に上がっていきたいと思います。ということで10、11番乗り場ホームの上に上がってきました。もう本当に新幹線のホームって感じがしますね。なんかでもやっぱり新八代な雰囲気も感じますので、そこはそことしてちょっと違いがあって面白いかなっていう感じです。ちょうどこのように12番線に新幹線が入ってくる様子も見ることができまして、逆に12番線からですと、武雄温泉の周りの風景を見ることができますので、景色的にはいいかもしれませんが、特急新幹線が12番線に到着しますよなんていう放送があっちゃったりしますと、武雄温泉の乗り換え、リレー特急との乗り換えは3分になっていますから、ちょっと3分ではしんどいかなということで、そこら辺で列車の遅れというものが発生する可能性があります。まあ、その部分についてはよく注意する必要がありそうです。で、じゃあホームの雰囲気なんですけれども、まあ、さっきも本当に在来線側からも見ていきましたけれども、10番線になっていて3つ分列車が用意されているという感じになっています。まあ、新幹線にはパッと乗り換えることができるということになるわけではあるんですが、やっぱり多く荷物を持っている場合はこの目の前の乗り換えだったとしてもちょっとしんどいかなというのが僕の実際に行ってみた感想です。このようにさっきご紹介しました、博多方面で頭が揃っているという感じになっていまして、3つの種類のリレー特急が用意されていますので、ホーム上、ホーム柵なんていうのはつけることはできません。このようにリレーカモメ6両編成6号車、これは885系、白いカモメ、白い緑の、ホームドホーム用の表記になっていて、その左側にリレーカモメで8両編成8号車と書かれていますように、
8号車がここだったり、6号車がここだったりということで、列車によって停止位置も異なってきますので、次に乗る列車が何になるんだろうっていうのはちょっと気にしておかないと、もしくは自由席から指定席に乗り換えるようなんていう場合もちょっと場所については全然変わってきちゃったりしますので、そこはかなり注意が必要かなっていうのが実際にこの対面乗り換えのホームに来た感想となっております。そしてこれをご覧ください。787系の今頭の部分が見えていて、この列車は8両編成で停車をしています。先ほどお話ししましたように頭の部分が博多側に揃えられているよということで、8両であればいいんですが、885系の6両がここに止まった場合は、要は長崎寄りのお尻の部分がちょっとなんていうか博多側に寄ってしまいますので、この部分で新幹線側の対面乗り換えがやや短くなってしまうというか、対面乗り換えで歩かなければいけない距離が増えてしまう可能性があるので、これについては十分な注意が必要です。具合で今なんか合成放送みたいなのが流れて、次は2番乗り場から発車しますなんて言っていました。まあ、要は対面乗り換えではない、要は佐世保方面からの新幹線とは関係ない特急列車が来る場合は2番なんでホーム間違えないでねといった、そういった啓発の放送なんじゃないかなということなんですが、まあ、しっかりとそういった放送については駅でも流してくれるということになっているみたいです。で、在来線側の駅名表は左側が東北で右側は有田になっていました。一方で反対側、新幹線側は嬉野温泉と東北になっていて、新幹線はここで終点なんですが、次は東北ということで一体化されているっていうのは、こういった駅名表でもお分かりいただけるのではないでしょうか。このようにリレー特急についてはこんな感じですね。結構やっぱりずれますよね。885系を使った場合は1号車が他の8両の車両の3号車分に相当していますので、2号車1号車の部分からはちょっと歩かなければならない可能性があるというのを念頭に置いておいてください。売店はありませんが、自動販売機はホームの中央部に用意されていますので、喉乾いたなっていう場合はここで買い物しておくのをお勧めします。リレー特急も新幹線にも車内販売並びに自動販売機はありません。またホームの中央部にはこのように冷暖房完備の待合室が用意されていますので、まあ基本的にはここで待つということはあまりないかと思いますが、やっぱり武雄温泉で一旦途中下車をして乗り換えなんていう方もいらっしゃると思うんで、そういった場合はしっかりと真ん中に待合室がありますので安心をしてください。で、階段は自由席方面にありまして、エレベーターはホームの中央部に用意されているよということになっていますので、なんと言ったらいいんでしょうか、こうエレベーターや階段は自由席に乗ってるっていうのがちょっと不思議ですね。はい、では早速左手側に今新幹線が入ってきましたので、まさに10年ぶりに復活しました対面乗り換えの様子をここからご紹介していきたいと思います。まず長崎方面から新幹線がやってきます。この新幹線がやってきた際にはリレーカーを目はすでに発車準備が整えられていて、扉が開いているということになります。で、列車がこう到着をして、まあ、この列車の音がやけに2号系に似てるなっていうのは N700S なんだけどなっていう感じがするんですが、まあそれは置いておきましょう。基本的に乗り換え時間は3分から4分になっていて、到着すると新幹線側にはホームドアがついていますので、ホームドアが開いて新幹線のドアが開きます。そうしますとお客様が降りてこられまして、すぐに右手側、ここでは改札は用意されていませんので、そのまま在来線の特急列車に乗るということができるようになっています。例えば8両の列車が停車していた場合、4号車の正面が5号車になっています。4号車は自由席、リレー方面の5号車も自由席ですから、そこについては何のストレスもないようになっていますが、でも逆に奥側の指定席に乗り換えたいとか、ここからはグリーン席に乗りたいといった場合はホーム上を斜めに移動しなければならないことになります。ですので次の列車でどこに乗るのかっていうのは少し意識をして新幹線の川上の号車に乗ったり、在来線のリレー川上に乗ったりっていうことが必要になりそうですね。まあ乗るだけということを考えれば3分でも余裕かなと思いますが、大きい荷物を用意してそれを下ろして列車を降りてホームを移動してなんていうことをしてしまうと、ちょっと時間に間に合わないという可能性がありますので、その分については川上側であってもリレー川上側であっても十分に注意しないとっていう感じになります。ただ思ったよりもリレーカーメントの対面乗り換えというのは複雑ではないかなというのもこの印象です。こんな感じで6両編成3号車っていうのがちょうど4号車付近になっていますので、まあ、本当にちょっと不思議ですよね。指定席に乗りたいといった場合はホームを結構移動しなければならない可能性はあります。
ただまあどれぐらい混んでるかっていうのは時期にもよりますので、とにかく乗っちゃうっていうことがどうやら対面乗り換えでは重要そうです。じゃあ実際に僕が3号車から出て井出公園乗り換えるということを想定してちょっと歩いてみますと、やっぱり正面に扉はないんでホームを右の方に斜めに移動していくよっていう感じになります。こうトコ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 ということで、だいたい歩いてまあ40歩ぐらいですかね。そうしますと3号車乗れるよということで、指定席から指定席への乗り換えがこれで完了ということになります。ただ8両編成の3号車であればここで OK なんですが、6両編成であればもうちょっと歩かなければならないということになりますので、本当にやっぱり次の列車が何になるのかっていうのが非常に重要なんじゃないかなっていうのは結構、思うんですが、いかがでしょうか。でちょうど2号車の新幹線の正面に885系の1号車の扉になっていますから、新幹線の要は白いリレーカーウェイや白い緑に乗り換えるってことが分かっている場合、1号車から乗り換えようとするとやっぱり斜めでちょっと時間がかかるかなっていうのは、この駅の表記を見てもお分かりいただけるのではないでしょうか。8856783-4と書いていますけれども、ここから奥は8両編成なければ使わないゾーンになっていますので、まあ、本当に列車次第ですね。というかそもそも885系が入ってきた場合は定員数が80人分差があるよっていうことになってしまいますので、場合によっては立ってここから先1時間ぐらい博多まで移動しなければっていうのも確保しなければならないかもしれません。こんな感じでしょうか。先ほどの博多寄りについてはお顔が揃っていましたが、長崎寄りはちょうど8両編成が並んだ場合、左手側に3号車が停車をしているというような感じになります。2両分ぐらいが溢れていると。ただこのスペースを利用して将来的にもしかしたら新都市博多方面開通した場合は8両編成の新幹線が来る可能性があるので、その余地ということで準備されているのがこの西九州新幹線ともなっています。すいません、3号車で揃っているではなく2号車で揃っているが正解でした。すいません、失礼しました。でこのように3番線と書かれていますが、あくまで10番線だよという感じになっていて、一番後ろ側がグリーン車になっていますので、グリーン車を使う場合はこう1号車から横ではなくやっぱりちょっと手前側に移動しなければならないという感じになりそうです。でワンマン列車の運転というわけではないですが、やはりホームが8両分と長くなっていますので、右上にモニターがついていて車掌さんがモニターを確認しながらリレー特急が出発をしていくというそういう流れになっています。さっきお話をしましたようにリレー緑の場合はここから佐世保方面に列車が走っていきますので、この3番線かつ10番線については両方向に列車が出発していくホームとなっています。といった具合に、なんと左手側2番線1番線の放送も新幹線側に聞こえてきてしまうっていうのがちょっと不思議です。まあ、在来線一括になっているということなんですかね。どうやら新幹線側にも在来線の放送が入ってくるみたいです。そして3分ほど経ちますとリレーカモメとして出発をして博多方面に行くということで、まあ乗り遅れた方っていうのもどうやらいなさそうですので、まあ、ここについてはスムーズに列車が出発をしていくよという感じになります。ただ一方で左側在来線が止まっていて、ここから何と言ったらいいんでしょうか、有田の方に各駅普通列車乗りたいよとなった場合はホーム降りて乗り換えなければいけませんので、普通列車との乗り換え時間がタイトになっているっていうのに気づいた場合は多分下側に行って乗り換えなければなりませんので、ちょっと5分ぐらいの乗り換え時間がないとリレー特急ではなく普通列車に乗る場合は乗り換え時間が大変そうということで、そこは余裕を持つことを強くお勧めしたいと思います。この列車は全ての車両が指定席です。この列車は各駅に止まります。この列車は全ての車両が禁煙席です。ということでこんな具合で新幹線の自動放送もしっかりとついていますので、まあ、これを聞きながら列車に乗車するということも可能です。他の九州新幹線と声はあまり変わりはありませんね。ご紹介していなかった部分が武雄温泉の博多寄りと、あとは新幹線の発車メロディ等々になるかと思いますので、そういったものを最後にご紹介して動画を閉じていきたいと思います。これが6号車ということで一番端っこになっていて、ここは自由席になっています。まあ6両ということでやっぱり短いですね。でこちらも在来線と同じくで前の方を車掌さんが目視できない部分があるかと思いますので、モニターがついていてそれを確認しながらドアを閉めるということが可能なようになっています。
で、ここが博多方面です。武雄温泉で新幹線は終点となっていますけれども、やはり将来的には新鳥栖を含めて博多方面に行かないとこの対面乗り換えはなくなりません。なのでこんな感じでもうすでにすぐそばにもうこう車止めは用意されていますが、その奥もこう路盤は用意されていますので、まあ、新幹線としてはこの後博多にいつ行けるかなっていうことで、まあでもここから計画をしてってことを考えると10年から20年ぐらいはなかなかここから先行くことはできないなっていうことで、武雄温泉が今後しばらく残っていくっていうのがよくわかるかとは思うわけなんですけれども、そんなものを感じながら武雄温泉の博多行き側というものになっています。ちなみに新幹線の博多寄りに関してはほとんど余スペースに余裕がありませんので、長崎寄りと違いまして記念撮影は博多寄りではできないので、ぜひ武雄温泉で新幹線の丘を撮りたいなってなった場合は長崎寄りで撮ることをお勧めします。最後に2つ発車メロディーをご紹介させていただきました。武雄温泉駅の発車メロディーと新幹線の武雄温泉発車後のメロディーで動画を締めていきます。で、今回は九州新幹線が全線開業しまして、新八代駅対面乗り換えが一時的になくなっていましたが、それが10年ぶりに復活した武雄温泉駅のご紹介と対面乗り換えの実際についてご紹介させていただきました。まだまだこれからもこの対面乗り換えは続いていくかと思いますが、皆さんも長崎に行く際は、まあ、今回のようにこう乗り換えていくんだよとか、武雄温泉駅はこうなっているんだよっていうものをぜひちょっとよろしければこの動画で参考にしていただきながら、西九州新幹線も含めて家特急、あ、こんな変化があるんだと言いますか、10年ぶりにこんなものもあったんだということで、まあ、ちょっと不便になるかもしれませんけれども、逆にそれを珍しいものだということで面白いなというふうに思いながら武雄温泉を使っていただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。